はい、レオンチャンネルの大量買いの動画へようこそ。今週はめちゃくちゃ発売されましたね。まずもうドライブ祭りです。一番メインは三段変形デラックストライドロン、このドライブのメインの乗り物ですね。定価は6800円で、今回は5780円。デラックストライドロンにはシフトカーのミッドランドシャドウもつきます。箱はやっぱり大きくて、ウィザードラゴン並みですかね。テレビではまだ変形してないんですが、スピード、ワイルド、テクニック、3つに変形します。しかもアクションフィギュアが乗れますから、これは楽しそうですね。で、さらにデラックスシフトカーセットの02、1400円が1120円、ドリームベガスとディメンションキャブがついてます。へえ、早速変わったシフトカーが出ましたね。裏はこう。さらに TTA02 タイヤセットファースト、これには3つのタイヤアイテムがついてて、これを使えば TTA01 のドライブがタイヤ交換できるんですね。1800円が1440円。18日からデラックスシフトカーシリーズのキャンペーンが始まってて、これがマックスフレアフルスロットルバージョンです。デラックストライドロンを買うと先着でもらえます。普通のマックスフレアと全然色が違いますね。まあ、ちょうど1年前も残月のフェイスプレートキャンペーンっていうのもありましたね。で、ドライブのデラックス玩具はこんなところなんですが、プレックスですよ。出ました。ミニドライブドライバー。980円が790円、ドライブドライバーのプレックスバージョンですね。さらにミニシフトブレス、定価が950円で今回は760円。定番のサウンド戦士仮面ライダードライブタイプスピード、まあおそらく今回もあの音声がバシバシとねなると思うんですけど、これは900円ぐらいでした。エンスカイ仮面ライダードライブコレクションカードガム、1個100円でカード付きの触眼ですね。まあ毎回言ってるやつです。ガンバライジングファンブックナイスドライブ01、今週からガンバライジングがドライブメインになって、でバトルシステムも相当変わりましたから、今回はそれを理解するためにファンブックを買いました。ちょっとこれを読まないとわからなかった方も多いですね。でこれは情報量として十分すぎるぐらいいろんなことが載ってるんですけど、なんとこれには特別なスピード戦士カード3枚セット、ドライブ、ファイズ、カブト、いいカードですよね。これが付きます。で、それに合わせて、ナイスドライブを早速3000円分やってきて、30枚のカードを配布しました。で、さらに、キャンペーンカードも2枚もらいました。両方とも超かっこいいです。ドライブはそんなところで、妖怪ウォッチが今日、新しくメダルが出ました。パック版の新シリーズで、ここ最近は Z メダルが古典系だったんですが、今回は久しぶりの銀フレーム、妖怪メダル第4章、ブルブルトラブル妖怪大集合です。パッケージはこう。ちなみに1人1泊でしたから、1個しか買えませんでした。ただ、もう1店舗、抽選券をもらいましたので、それが当たれば3パックゲットできるかもしれません。で、妖怪ウォッチがさらに、僕の超おすすめの妖怪お守りシリーズ、すごいしっかりしたキーホルダーで、コマさんが4種類とコマ次郎が2種類、いろんなバージョンがあります。これはですねおすすめです。で、妖怪プラモデルシリーズのガブニャン、これも出ました。800円が640円。相変わらずニャンシリーズは次々と出ますね。おそらく今回も簡単に作れるっぽいですね。なかなか売ってなくって、やっと買えた神羅万象チョコ。今回は天地神明の章の3弾です。パッケージは2種類、とりあえず4つ買いました。で、最後はこれですね。SH フィギュアーツのメガバシャームです。4500円が4050円。メガ進化シリーズのアーツですね。メガバシャームも結構すごそうなんですけど、かっこいいですよね。さらに専用ディスプレイがつきます。ということで今週はドライブ関係と妖怪ウォッチ関係が結構一気にガバッとね出ましたので、この後に順次開封レビューしながら本レビューをアップしていきます。以上、レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。